カピーのここが聞きたい、略してここ聞きのお時間です。改めまして岡田紗友香です。よろしくお願いします。さて、この番組をご覧の皆様は、一流のプロがなんでここでこの牌を打ったのかといった疑問を持たれたことありますよね。このコーナーでは一流のプロをお招きして、そういった疑問をいろいろインタビューしていこうと思います。ということで本日のゲストはサボらない麻雀、角谷陽介プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。角谷プロといえば、現ジャン王で昨年の麻雀最強戦ではファイナリストとして登場、見事決勝卓まで進みました。その時の常に前に出る打ち筋で全国の視聴者に衝撃を与えたのをきっかけに、近代麻雀でサボらない麻雀連説連載が始まりました。また愛子さんの熱狂的なファンで、入場シーンでも愛子さんのタオルを握りしめて登場しています。手元に赤いタオルがありますね。これお気に入りのタオルなんですか？そうですね、うん、はい、これですね、はい。なんでこのタオルお気に入りなんですか？まあ、僕愛子さんのツアー全部行ってるんですけど、はい、このタオルちょっと愛子の汗を拭いたりとか。え、そうなんですか？はい、本人の汗が染み込んだタオルなんですか？はい、じゃあもう一生洗わないタオルですね。いや、まあ洗ったんですけど。洗ったの？はい、洗ったの。タオルもう汗ないじゃないですか。いや、また拭いてもらえばいいんで。そんな親密な関係なんですか？そうですね。いや、もうそのタオルを持っているとなんか麻雀にいいことがあるんですかね。そうそう、まあ、流れが良くなるタオルですね。はい、このタオルですね。いや、でもやっぱり角谷プロといえば、はい、なかなか普段では見れない打ち筋なので、そういったことをね、今日は聞いてみたいと思います、はい、では早速1曲目を見ていきましょう。オカピーのここ聞き、ちいちゃが、はい、こちら古橋です。この映像はジャン王として初出場した麻雀最強戦2016ファイナル B 卓トン1局です。ファイナル戦なので決勝卓に進むにはトップ取りが条件になります。トン1局なのでかなりフラットな状態ですね。そうですね、うん、バシッと、ね、決めたいとこですよね。まあ、トン1局からバシッと、はい、どうですか、最強戦初出場ということだったんですけど、いきなりファイナルのステージなんですね。僕家が大阪なんで、はい、あんまりこう他団体の人と交流することもなくて、うん、なんでこういきなり偉い人ばっかりと対戦してもどうしようかなって感じでしたね。緊張しましたか？そうですね、まあ、打ってる時はね、あんま気にしないようにしてるんですけど、はい、打つ前にどうしようかなって。今牌を持っている手もちょっとプルプルしてましたよね。いやいや、それは震えてないです、はい、震えてないですか？いやいや、これはちょっと牌がよく磨かれててちょっと滑っただけですね。いや、震えては確実にいましたよね。ないです、ないです、ないです。むしゃ震いかなと思ったんですけど、そういうわけではなく、いや、そうですね、全然震えてない、ほら、全然震えてないです。いやいや、めっちゃ震えてた、めっちゃ震えた、はい、嘘、プル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 落ちそうだったじゃないですか。ここですね、もうここですね、ここ見どころは、はい、ここでから9ピン切り、なんと9ピン切り、はい、もうなかなかもう選択肢にないですよね、もう私の中ではもう、これを見てかなり見てる方はびっくりしたじゃないですか。ここで3万、パワー切りですね、うん、3万、はい、いや、両面を、まあ、嫌ったっていう形ですね。そうですね、うん、まあ、両面と両冠受け入れ一緒なんで、まあまあそうですけど、リーチした時の心強さが違うじゃないですか。あ、まあ、それね、ちょっと後でリーチした時の心強さの話、はい、はい、解説も結構びっくりしてましたよね、はい、まあ、6球満があるからまさか切らないだろうと村上さんも言ってましたよね。そうなんですかね、うん、僕の中では結構普通だったんですけど、うん、ここで茅森さんからリーチが入ります。一発で掴んだリャンマンをリャンマンで補充ですね。パス裏で5-2、うん、まあ、結果としては茅森さんの上がりとなりましたけど、はい、こちらの林ですね、
ですね。ここで9ピン切りというふうにされましたけど、はい、どういったまあ普通だったらですね、はい、ウーマーンとかを切って手広く、はい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 、その1曲なので手広く先制リーチができたらいいなと思って、はい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 、ウーマーンを切る人が多そうなんですよね。そうですね、まあ、ウーマーンとかウーピンとか、うん、パーピンとかですかね、うん、まあ、9ピン、まあ、一応789っていうメンツができてますから、はい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 、9ピンからはなかなか切りれないですよね。そうですね、まあ、でもこれ、まあ、仮にウーマンをじゃあ切ったとして、はい、まあ、じゃあウーパーピンと、まあ、ローキューマン、まあ、カンローピンとかの受け入れがあるんですけど、はい、じゃあローキューマン引きましたと、はい、リーチできますかっていう話ですよね、まあ、ウーピン短期とかパーピン短期とか。いやできないですよね。できないですよね、まあ、とりあえず闇手にしといて、まあ、ソーズかマンズにくっついたら、そうですね、まあ、固形になったらいいなと思いますね。ということは老朽万引きはテンパイじゃないってことですね。テンパイとは認めないってことですね、まあ、テンパイではありますよ。いやテンパイじゃないです、テンパってないです、テンパイではあります、テンパイではありますよ。いやもう上がりの一応積もったら上がれるんで、はいはいはい、嬉しいですかこの手。それでこれ見てください、567でしょ、はい、で567あるんですよ、で567も向こうもあるんですよまあでもカンちゃんカンちゃんでかなり厳しい形ですよね、まあ、なんですけど、うん、やっぱりトンの一曲ということもあって、はい、やっぱ愚形入りのみとか、まあ、どうしてもそうなってしまったらしょうがないんですけど、うん、まあ、この手牌だと、まあ、まだかけたくないので、はい、ウーマンを切ってのローキューマンとかはテンパイとして認めないってするといやいやリーチかけられないテンパイはテンパイじゃないんで、そうだって結局手代わり待つわけじゃないですか。そうですね、手代わりは待ちますけど、まあ、積もれますからね。いやそんなの全然嬉しくないんで300-500はいらない。そうそうそう、まあ、300-500どうしてもなるときはしょうがないですけど、はい、なんでこの手だと、まあ、タンヤオとか、まあ、ドラ引きとか、うん、ゴロチの3色を見て、まあ、9ピン切りますよと。あ、これできてるっていうのは幻なんで、できてないです。これはヘッドです、パーピンは。パーピンはもうヘッド。ヘッドです。こうやって区切っちゃうってことですよね。そうです。だから これと動かん動かん。これと、まあ、リャンカンだわみたいな。そういう風に考えてたんですか。そうですね。うん、でこう並べてたら、まあこれはありますよね。そうでしょ、普通でしょ。だからこれがなんか、うん、リャンマンリャンマンとかみたいな感じですよね。うん、ああイメージ的には。そうですね。角谷さんの中ではここはリャンマリャンマと一緒だから9ピンを切ったってことですね。そうですね、単ヤになるよと。うん、なるほど。なんでやっぱりその今後この手牌がどうなるかっていうイメージですよね。うん、なんでまあゴロチの3色になるかで、まあ自順、まあこれ9ピンを切って、はい、9ピンをさよならしてよいしょ、3万を引くんですけど、はい、だこれとかも、まあ、例えばですけど、はい、まあ、3万とかを積もぎって、まあ、ローキューマン引いても、はい、まあ、ローマンはまあ渋で許しといてあげるんですけどいやゴロチですよ。あ、ゴロチですね、まあ、ローマンは別にいいんですけど、はい、まあ、9万とか引いてもこれはテンパイとは認められないので結構シビアですね。いやだって、まあ、カンチャン1300ってあんまり嬉しくないじゃないですか、まあ、そうしかならなかったらいいんですけど、はい、やっぱり可能性がある手牌だと可能性を追ってあげた方がいいと思うので、うんうん、だとすると9万引いてもテンパイじゃないのでだったら9万の受けはいらないねっていうことで、まあ、パーマンさよならっていうことになりますね。タンヤオはもう確実につけるっていう風にするってことですよね。で僕はマージャン教室とかしてて言ってるんですけど、マージャンのいい手って2種類あるんですよ。おー、どんな種類ですか。1つは、まあ、単品3色なんとかかんとかみたいな、うん、メインホンチートホネララみたいなやつです、うん、みんなが好きなやつですよね。で、もう1つは、はい、さっさと上がれる手がいい手なんですね。さっさと上がれる、そういう人の高い手を潰せる手、うん、なんでピン振って泣けないから、はい、やっぱ緊急回避とかがしづらいんですけど、うん、これにしとけばもしなんか数万とかローマンとかローピンとか出た時に、まあ、ひとまず地位点っていうのが取れるんですよね、うん、なんで高い手を目指しつつ、まあ、緊急回避もできるっていうことで、うん、まあ、こっちの方がバランスがいいかなと。もう両方が狙える手配がこれっていうことですよね。やっぱダマでじりじり待つのっても嫌じゃないですか。イライラするんですよ、うん、もうだったらもうウーピン短期で曲げてやるわぐらいの気持ちになっちゃうんで、はい、だったらもうこの形でどっちにも受け入れられるようにするってことですね。はい、はい、それでは2曲目を見ていきたいと思います。オカピーのここ聞き、
あんな単品3食でね、かけられちゃったらもう寒くてしょうがないですもんね。サクッと上がれてよかったですよね。うん、ただ茅森は本当顔出さないですね、うん、クールでかっこいいですね。もう村上プロは茅森と長いですよね。こちらは麻雀最強戦2016ファイナル B 択トン2局です。先ほどの1曲目の次の曲っていう風になっていますね。まあ同じファイナル戦なので決勝卓に進むにはトップが絶対条件になっています。こちらの手ですね。ダブトンといつもドラ、これであんこが一つ、統一が三組になりましたね。もう統一手ですね。うん、まあ真っ先には統一手を目指しそうな手ですよね。対局あるたびに関西から上京してきて、はい、ポン、ここで出た両層すぐにポン、迷わずポンしましたね。いやもうハイパイポンですねこれはね。ハイパイポンですか。はい、もう必ずポンしますね。へもうなかなかこんな二巡目三巡目っていう早い順目ではポンって声を出しにくい人が多そうですけど、もう迷わずポンしましたね。やっぱリャンソーは一応数字の範囲なんで使われてしまう可能性もあるし、うん、まあ、出た時に泣いとかないとね、うん、で結局後で泣いても今泣いても一緒なので、まあ、2枚目とかはまた泣いて、そうですね、2枚目はやっぱね引くかどうか分かんないし、使われちゃってたらどうしようもないので、うん、あ、これも後で配信見ながらお話しますけど、はい、まあ、将来の構想ですね、イメージみたいな、この手がどうなるかみたいな。ここでスピードに合わせたのか、茅森さんからも両目の地位が入りましたね。まあ、茅森さんはねリードしてるんでこのまま行けばみたいな親番ということもありますし、はい、まあ、この手はね白髪どっちか引いて3アンコウで漫画になるんでね、数ピン残ったら普通に8000点テンパいっぱいあるなって思いますよね。そうですね、数ピン引いてもまあいいですね。そうですね、数ピンアンコウで2度受けのパーピンよくあるけど、まあ、トイトイ3アンコウになりますね。そうですね、トイトイ3アンコウまたはトイトイ役はいみたいな、はい、できました。ここで初が重なりました。やっぱすごいな、もう想定通りですね。ここで出た白をポン、2枚持たれて、まあ、スーピンは生きてる。ただこちらもウッパーワンテンパイ、ウッパーワンどうですかな、結構いるかな、うんですね、スーピンつもりはワンガン、あ、ウッパーワン違う、これでもこれワンボンにしたかったらすごいね、すごいっす。もうやっぱ解説陣もなかなかびっくりな顔間違泣きだったんですね。いや泣くでしょう、寄せたいのかな。そうですね、やっぱり皆さん、はい、まさかあそこから泣くみたいな。やっぱウォートニーさんとかも結構仕掛けをするようなタイプでもびっくりされた。そうですね、同じ仕掛けするでも結構いろんなタイプがあるので、うん、そうですね、出上がりなら大丈夫、スーピンの出上がりと安めですね、もう、はい、や2600点、はい、うん、まあ、かなり不満が残る。そうですね、不満顔してますね、ちょっと不満顔してましたね、なんでスピンなんだっていう顔、なんで漫画じゃないんだみたいなね。はい、こちらの手配ですね、オリジナルですよね、オリジナル、ここですね、はい、ここで出た両層をポンしましたね、はい、しないですか。いや、なかなかできないですね、まだ 2,3 巡目なので、うんうんうん、自分で両層引いてくる、引いてきたらスアンコも見れるし、そうなんですよ、ここが横に伸びたり3万5ドラで使いやすいので、まあ、メンツってもまだ残したいなというふうに考えちゃいますよね。ペイがおたかぜっていうのがやっぱ一番泣きにくいですよね。いや、まあおたかぜ出やすいんで泣きやすいですよね。泣きやすいですけど、まあ、役がもしつかなくなったらどうしようみたいな、はいはい、役はトイトイとか、あとこれ重なるんで、うん、あとそのですね、今日その最初の解説で村上さんがお数アンコウだっておっしゃってたんですけど、うん、まあ、この手ってやっぱ統一系の手なんですよね、はい、やっぱり、まあ、まあ先にそれは見ますよね。そうですそうです、まあ、あとチートイツのニャンシャン手っていうのもあって、チートイツだとチートイツと見て1600点ですよね、はい、リーチして3200点ですよね、はい、ちょっとそれ不満ですよね。だとするとこれ重ねた方が5-2 とか、まあ、トイトイ役とか、まあ、さっきなってましたけど3アンコウとかになれば、うん、まあ、8000点とかにも見えるので、うん、はい、まあ、両層をとかスーピンは真ん中の方の牌でやっぱ使われやすいので、うん、これをワンスルーして自分で引けば数アンコウっていうのはさすがにちょっと夢見がちすぎる、うん、まだ少女の域です、はい、すごいダメ出しされました。14歳ぐらいの感じですね。ここスーピンじゃなかった
ったらいいんですよ。何だったらいいんですか。もうこの隣のパワーマンが統一だったらまだ泣きやすいんですよね、はいはいはい、まあそうですね。だからスーピンが一番本一トイトイとかもあるので、うん、まあ、泣きやすいんですけど、うん、まあ、どっちかっていうと、まあ、この手はニャンソーポンしてどっちか重ねて、まあ、ペーも泣いてっていうイメージなので、うん、まあ、スーピンは別に統一だったらね何でもいいですね。はい、その前のハイパイポンって言ってたじゃないですか、はいはい、まあ、この形、はい、まあ、実際道中でスーピン引くので、うんうん、この形ではないんですけど、うん、まあ、もしこの形がハイパイだったとしたら、うん、全部ポンですね。なるほど、はい、この形だったら いつ、いかなる時でもポンっていうことですか。まあ、そうですね、最強戦だったらっていうことで、まあ、うん、最強戦っていうのは、まあ、トップ取りなんですけど、はい、まあ、逆に言うとトップ以上っていらないんですよね。普段の麻雀だとトップ以上いらない。そう、ポイント制なので、はい、7万点のデカトップとか嬉しいじゃないですか。嬉しいです。でも7万点のトップも3万点のトップもトップはトップなんですよね、最強戦だと。なるほど、考えたこともなかったです。そうそう、だとすると数万個って無駄なんですよ。10万円があります。そこ10万円があります。そうですね、そうですね、確かにそれはちょっと僕考えてなかったんですけど。まあ、だから実際例えばこれは数万個になるんだったら僕も待ちますけど、うん、まあ、今話したようにまあど真ん中の牌っていうのは使われやすいし、そうです、ね、ワンスルーしてやっぱ一人だけでやってるんだったらいいんですけど、うん、相手もいることなんで、はい、やっぱポンすることによって場に対して例えば上茶が阿部さんだったので、うん、やっぱ絞ってきたりとか、うん、手を送らせてくれたりとかもするので、まあ、そうこうしてる間にね自分がこっち重ねれればいいので、まあ、実際結構最初の方から阿部さんはあの、ね、初持っていてもう切れないっていう状態が古橋さんも阿部さんも続いてましたね。まあ、この曲じゃないんですけどなんか4巡目ぐらいの役なしとか僕したんで、もうなかなか見れないですよね。役牌が3つぐらい1個ずつある状態からとりあえずチーしてみて、もうなかなかなんだろう、普通の人って言ったらあれなんですけどできないことですよね。後で重ねても今重ねても一緒じゃないですか。もう初バックとかも怖いのにその先 もうかなり怖いなと思ってます。ハクハクハツになってるぐらいの気持ちなんで、例えばこれがハクハクとかハツハツだったら楽じゃないですか。まあそうですね、5-2ですよ、5-2積もって満貫でしょ。結構今の理論だとあの馬場さんと近い感覚ですよね。もうここはもう全部一緒だみたいな。ここ全部ピンズとするみたいなんですよね。はい、あ、見ました見ました。ぐらいの感覚 で、そうですね、もうここは重なる前提でリャンソーをポンするっていうことですね。そうですね。だから重なった時にリャンソーワンスルーしてると、うん、じゃあリャンソーとスーピンのリャンソーが1枚飛んでるシャンポン待ちになりましたって言われたら、うん、上がれんのってなるじゃないですか。いやもうかなり厳しいなと思っちゃいますよね。スーピンとリャンソーだったら。だとするとこの手のネックはこの重ねることじゃなくてこれを3枚にするっていうことの方がネックなんですよね、この手牌の場合は。なるほど、重ねるよりもう3枚にする方がネックってことだったんですね。まあ、最悪ポンポンして初短期とか白短期とかでもいいし、うんうん、で例えばこれチートイでドラ引けばドラハネマンだとかマンガンだとかいう人もいるんですけど、うんうん、別にトイトイでもドラ使えるんで、結局じゃあドラ単にするんだったらチートイでもトイトイでも一緒でしょっていうことになるので、うん、なるほど、はい。さて角谷プロが普段麻雀をしていて、はい、心がけている戦い方などあったら教えてください。はい、これですね、この近代麻雀にも書いてあるんですけど、はい、サボらない麻雀ですね。はい、どういうことですか。はい、サボらない麻雀っていうのは、うん、やっぱ世の中の人は、はい、ちょっと麻雀の攻撃と守備っていうものをちょっと勘違いしてると僕は思うんですよ。うん、どういうことですか、はい、っていうのは例えば現物がいっぱいあって、はい、まあ、自敗がいっぱいあってみたいな、はい、まあ、こういうペーペーとかシャーシャーとかですね、はい、が守備力が高い、うん、まあ、思いますよね、言われるじゃないですか、うんうん、はい、勘違いです。どういうことですか。勘違いです、勘違い、勘違い。え、麻雀の守備力っていうのは、はい、点数を減らさないことなんですよ。わかります。点数を減らさないこと、そうそうそう、まあそのためにペーペーとか持ってるんですよね。現物がいっぱいあるっていうのは、うん、とか自敗がいっぱいあるっていうのは振り込まないだけなんですよ。うん、まあ振り込まない、ね、そうですね。だから例えばこのここが原点だとすると、はい、よいしょ、まあ、振り込まないベースだと例えばシャーシャーとかペーペーとかいっぱい持ってるとすると自分も上がれないじゃないですか、はい、よくて現状維持なんですよね。まあそうですね、振り込まないは現状維持で、ちょっと悪くて脳天で1000点とか払ったり、はい、積もられてなんか2000、4000とかやったら、まあ、こういう感じじゃないですか、はい、だからここの中の動きなんですよね、うん、でも自分が上がる目指すと上がりってプラスじゃないですか、はい、で振り込んだらマイナスになる、うん、だここの動きなんですよね。
なるほど。だからそんなに頑張ってここの動き目指してどうすんのって思うんですよね。意味ないでしょって。マイナス、まあ、確かにプラスの部分があった方が、そうそう、マージャンって全体的にプラスになりそう、上がらなきゃいけない、ダメな、点数増えないゲームなんですよ、うん、まあ脳天バップの収入とかがあるにしても、基本はやっぱ上がらないと点数が増えない、うん、はい、もうバケツに穴開いててどん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 入れていかなきゃいけないみたいな話なので、うん、そこでこうバケツの穴を押さえても、頑張って押さえても、うん、結局ちょろ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 漏れて、うん、で何もしないのにラスだよみたいな、なるほど、何もしないからラスなんですよみたいな、何言ってるんですかみたいな、そのためにはそうそうそう、サボるなと、サボるなと、そう、うん、常にサボるなと、常に自分の上がりを見て行動するってことですか。そう、そうなんですよ。解説とかでも、うんうん、あ、この曲は〇〇は休憩ですねとか、あ、ありますよね、ないないみたいな、マージャンに休憩とかない、そう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 、うん、常にもう参加ですよね。なるほど、はい、自分の上がりを見て常にマージャンをするっていうことですよね。まあ、残球打ったら、あ、この曲は一人脳天だったなっていうのと同じ気持ちですよね。かなりポジティブな考え方になります ね、 そうですね、はい、確かに。で、残機打つかどうかとか分かんないんで、はい、だったら別に打っちゃってもいいかな、自分が上がれれば打っちゃってもいいって思うので、うん、まあ、そういうふうにね、サボらないで上がりを常に探し出すっていうことを心がけてます。なるほど、はい、角谷プロ、分かりやすい説明ありがとうございました、はい。